全体的に上質な感じが出とる。これめっちゃくちゃめんどくさいんですよ。めっちゃくちゃっていうほどじゃないけど。どっちやねん。この人アンポンタンアンポンタンアンポンタン。恥ずかしい。いらっしゃいませ、川西カバンの川西です。このチャンネルでは長く愛されるものづくりをテーマに日本一を目指す川西カバンがお届けしております。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回の川西カバンの休日は、はい、ついにですよ、はい、ついに川西敦が未知の領域に挑戦する機会がやってまいりました。何するの？新しいブランドでございます。あ、新しいブランド。これまで扱ってなかった、はい、最近 GU やら、はい、ユニクロやら、無印やら、ワークマンやら、無印やら、ユニクロやら、GU やら、ワークマンやら、ユニクロやら、GU やら、ループしてるな、してましたね、ループしてた。というわけで気持ちを切り替えるために新しいブランドの商品を社長にレビューしていただいて、はい、検品の目が養えたかどうか、こちらを今回見ていきたいと思います。ではいきます、はい、本当の川西敦はどこにいるんだい？ここやろ、ここすぐそこ、サンクス、えいえい、おーおー。はい、というわけで今回は日頃の、はい、いつもお世話になっているブランドさんとは違って、はい、新しいブランドさんの商品を社長に検品いただきたいと思います、はい、というわけで、はい、本当はそのブランドがどこなのかちゃんと最初に説明して商品の紹介もしていきたいんですけども、はい、社長に、はい、何も情報を与えずに検品してほしいと思っているので、はい、皆さんも最後に答えを知ってもらって商品紹介を聞いてもらえたらと思います、はい、つまり最後まで強制的に見てください。はい、じゃあ商品をお持ちします。そうきたね、そうきたよね。でもこう言っても、はい、最後まで見てくれる人は、うん、わずか。見てくれる見てくれるって、最後まで見てくれる信じよ、はい、信じよ。そう、僕らにできることは信じることや。そうや、はい、よしよし、はい、やろう、はい、信じてやろう。はい、で今回は、はい、こちらのバッグを検品してください。スタジオクリップ。あ、買い取った買い取ったというわけでスタジオクリップって、でも知らん、はい、ブランドって言ったらいいかな、まあ、お店の名前ですかね、の商品でございます。初めてでしょ。初めて、うん、機能的な面で言うたら機能、うん、めちゃくちゃ良くて、うん、ポケットね、今パッと気づいたんですけど、うん、ここのここにポケットあるんですよ、うん、これめちゃくちゃめんどくさいんですよ。めちゃくちゃっていうほどじゃないけど、どっちやねん、こうめんどくさい、うん、ここにポケットをつけるだけで手数やっぱめっちゃ増えますんで、へー、やっけん、そこは本来ひっついてる部分だ。ここはそう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 、こういう風にせんとポケットじゃない方が作りやすいの、作りやすいの。ポケットが多いってことはそれだけ作るの大変やでっていう、まあ、ポケットが多いのはこの商品の強みですからね。あ、そうなんや。ここあメッシュなんや。ほんまや、メッシュ、違う、つけとメッシュ、あメッシュなんや。そう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 、してこっちメッシュじゃないんですよ。あ、じゃあこの3つは中入ってるのが見える。そう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 、に対して見えんよな。へ、多分 見えてほしいとか見えてほしくないとかあるんやと。確かに前にもそうマグネットがついてるけん、うん、パチッと閉まるっていう、はいはいはい、でこっちもポケット、あで、あと街にもある、これ見せつけた、あ、私の好きなサイドポケットね。そうそうそう、サイドポケット、こっちとこっちもある感じ、はい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 、ここがファスナーを、うん、ここ開くようになったよね。完全外れるやな。そうそうそう、これがいいよね、うん、けどこれしたらやっぱここのファスナーのとこはダサいよな。あ、確かにここダサい、ほんま離れる感じはあれかもしれないな。そう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 、でファスナーで閉まるのが大事なんやろなっていうのも感じるしね、うんうんうん、そうそうそう、中身が丸見えにならんようなファスナー付きっていう、うん、ファスナー大事って言われるもん、うちも、うん、やっぱ女性の要望として多いでしょうね。でこれ日本製？ん？日本製じゃない、中国製、うん、なんやろ、使ってる質感とか、うん、触ってる生地感がなんか日本製っぽい、え、どういうこと？感じがする。なんか雰囲気なんですけど、うん、なんか日本で作ってそうやなっていう雰囲気が出てる。どういうこと？どこがどうって言われたらちょっとこれ全然説明できんのですけど、うん、ステッチの感じとか、うん、あと使ってる素材、うん、なんか特殊な加工もされとるやろうし、洗いかけとんかちょっと分かんないですけど、うん、
その感じがなんか日本製っぽいなみたいなのは感じますね。けど多分違うっすよね。そう、日本製じゃないよ。ね、多分違う。なんで多分なんですけど、使っとる素材がそんなに悪くないんですよ。だけどそこからそういうのがにじみ出とんかなっていう感じです。でも手触り感僕は好きやったけど、ね。手触り感いいよね。気持ちいい。うん、ちょっと 高そうな手触り感とかがあるかな。これも雰囲気なんですけど、全体的に上質な感じが出とる。上質なんかな、だけどぶっちゃけちょっと高いんかなって思った。このカバンね、うん、もうスタジオクリップさんで、うん、みんなのリクエストシリーズっていうのらしくて、へー、多分、まあ、ファンの方含めて、うん、お客様含めての、うん、こう多分声を拾ってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そこの要望からできたバッグらしい、うん、でこれを買ったのはね、うん、これを選んだ理由はね、うん、今回なんとね、うん、協力者がいましてね、うん、その協力者っていうのが、うん、女性なんですよ、はい、お子さんもいらっしゃる、はい、でその人が、うん、まあ、子供がいたとしても、うん、こうたくさんポケットがあったら、うん、お出かけの時とかに使いやすそう、うん、っていう思いで選んでいただきました。値段は分からん。さあ行きましょうよ。ここからが本題でございます。今回初めて遊ぶことになったスタジオクリップというブランド、うん、お店名かな、うん、のみんなのリクエストシリーズ11ポケットたっぷり 2way バッグ、こちらのお値段はおいくらでしょうか。8900円。おお、それは税込み税別。あ、結構近いなこれ。おお、あ、分かった。1990円税込みで。出たユニクロ GU 無印の影響大きすぎやろで、いか、8900円税込みで。では今回の商品の値段こちらです。はい、初のブランドお店当たるのか。当たるんちゃう、当たるんちゃう、一発目から当たるのか。当たるんちゃう、せーの、ほい、5390円。手書き、うん、それ定価やってよ。安っ、いい商品やんな。うん、いい商品やと思う。安っ、で売れると思う。結構、いや売れると思う、これめっちゃいいよ。なんか可愛いよな、うん、最近やっぱユニクロとか無印ばっかりな、大体もう目星つけ、あの大体、ね、もうなんか分かっとったから。いい、やっぱり新鮮ですね、新しいブランドというのは。めんどくさいやつやな。でもやっぱり社長のその、うん、あの感じで出てくる金額感で、うん、下くくってた時の、うん、やっぱ見てる方の、うん、うわっ欲しいって気持ちは分かる。すごい、あ、そうなんや、うん、やっぱこれよ、大事なのはこれよ。やっぱ今までな、やっぱな、もうなんか分かっとった。何が？もう価格感が。うん、なんかこのなんか、うん、そうやなみたいな。うん、そんなもんやろっていう感じだった、見てるが。うん、今日のはちょっと違う。そうな、安い。え、欲しい。買いに行こうかなって人おると思う。すごいどうでもいい話して。はい、これこっちが前か、こっちが後ろか分かる？どっちが後ろか前か分かる？そっちが前やろ。こっちが前。反対。こっち。うん、正解はこっちです。なんで？なんであなたに正解をつけるあのあれがある、権利があるの？これ、うん、バッグのなんていうか通例というか、これすごい 豆知識ってあれなんですけど、うん、バッグって基本左締まりなんです。え？忘れた。待って待って、ここまで言っとってあなた間違ったらめちゃくちゃおもろいやん。あ、左締まりや、ごめん。あ、ミキさん正解。イエーイ。この人アンポンタン、アンポンタン、アンポンタン。恥ずかしい。とってもとっても恥ずかしい。すっごい今の恥ずかしい。ただのおじさん。バックって左締まりなんですよ、基本的にね。だってファスナーがこっちに左にと行っとる状態で取るっていうか、うん、取るっていうか作るっていうのは結構よく。自らあれやな。あのつまずきに行ったって感じだよな。溝があるの分かったって溝につまずいたみたいな。というわけで皆さん、チャンネル登録、はい、コメント、高評価いただけますと、ますます今後川西敦が滑り倒していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。感じ悪い。では締めよう。はい、それでは本日もご来店ありがとうございました。どこっと怒ってないし、嬉しそうやな。またのお越しをお待ちしております。バイバイ。